JR 稲積駅及び中之島駅についてです。JR 稲積駅は来年度橋上駅舎化が完成しますが、進捗について伺います。また駅舎本体の自由通路エスカレーター等は市の管理となりますが、対応年数や管理体制について伺います。まちづくり局長。 JR 南武線稲田堤駅についてのご質問でございますが、工事の進捗につきましては、本年8月に自由通路の南側部分及び新駅舎の使用開始を行い、令和6年度の完成を目指し工事を進めているところでございます。エレベーターやエスカレーターの機械設備につきましては、メーカーでは20年から30年で設備更新を推奨されているところでございます。また自由通路エスカレーター及びエレベーターの維持管理につきましては、本市による業務委託により実施をしております。以上でございます。小原議員。はい、これ伺ったのはですね、先日山田議員から JR 川崎駅の雨漏りの話あったと思うんですけれども、この自由通路を作ったときに市の管理になるんだが、これ の, そのいわゆる焼却期間とかの設定を自治体会計なのでやらないというのはよくわかるんですけど、一応耐用年数の目安決められて、でいつ補修するんだというのもある程度こう前向きに先に計画された方がいいんじゃないかと思いまして、ちょっとこの点申し上げたいなと思いまして、質問いたしました。この駅なんですが、長年の地域の悲願であったということもありまして、完成時には地域を挙げてのイベントなども必要かと考えております。対応を伺います。まちづくり局長。 JR 南武線稲田堤駅についてのご質問でございますが、稲田堤駅につきましては、橋上化に合わせて地元が主体となって発車メロディーの導入を実現させるなど、駅の魅力向上に向けて地域が一体となり事業を進めてまいりましたことから、記念となる催しなどにつきましても今後検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小原議員。はい、ありがとうございます。この発着メロディーですが、河野ゆかり議員からもご質問いただいたような話で、現在丘を越えてという曲が設定されております。町会、商店会ですね、稲積振興会が費用捻出をして、メロディーの作成にあたっては県立高校に町会長自らが交渉に当たるなど地域の力によって実現しました。一方で別路線では、ワンマン運転が開始された時にはメロディーが各駅統一されるなどの事例もあるようです。ワンマン化の予定はあるのか、その際に発着メロディーは維持されるのか伺います。まちづくり局長。 JR 南武線稲田堤駅についてのご質問でございますが、 JR 南武線のワンマン化につきましては、 JR 東日本より2025年から2030年頃の導入に向けて準備を進めていくと伺っております。またワンマン化に伴う発車メロディーの取り扱いにつきましては、今後の動向を注視してまいります。以上でございます。小原議員。はい、せっかくメロディーつきましたんでね、これあと何十万かお金払ってますので、ぜひ維持の方向で、JR さんとお話をいただければというふうに思います。この駅すでに一部共用開始されていますが、地域の声について伺います。特にベビーカー、車椅子が通るのに困難との声を聞きますが、見解と対応を伺います。まちづくり局長。 JR 南武線稲田堤駅についてのご質問でございますが、駅利用者の方々からは便利になった、きれいになったなどの声をいただいている一方、現在工事中の北側の早期完成を望む声も寄せられております。自動改札口につきましては、これまでと同じ通常幅のものが設置されております。なお、自動改札口を通過しにくいベビーカーおよび車椅子の利用者につきましては、幅広の有人改札口をご利用いただくようお願いしていると JR 東日本より伺っております。また拡幅改札口の設置等のご要望にご意見につきましては、 JR 東日本に伝えてまいります。以上でございます。小原議員。はい、ただいまのご答弁ですが、便利になった、きれいになったなどの声をいただいているということですが、これは誰の声なんだって話ですよね。近隣の町会や商店街からそういうヒアリングを受けたという話は聞いていませんし、あの駅はじゃあ誰のためにあるんだって話ですよね。乗り換えの皆さんのためにある駅であれば、乗り換えをされる人に聞けばよろしいと思うんですが、この金額が30億使って地域のために作っているという私の認識なんですけれども、この声を聞くいただいているというおっしゃるからにはしっかりヒアリングをしていただきたいなというふうに思います。で、あともう一つはですね、せっかくこのそれこそ30億もの資税を投入しているわけですから、改札広くなるよねとか、もうちょっと良くなるんだよねっていっぱい問い合わせをいただくわけなんです。
私娘がコロナ中に生まれまして今3歳半なんですけど、ベビーカーね通れないんですよ。狭いと、あとも改札の数でいうと中之島駅が6個ですよね。臨時改札合わせると8個ありますよね。稲積4個ですね。お隣の矢野口駅は利用者数が4分の1ですけど、改札の数は3つで広い改札もありますと。で、今これ現場の方で JR さんとよくお話しいただいて、ご要望もしていただけるような話を聞いておりますので、しっかりと進めていただければと思います。改札の数足りません。広いところも必要です。4万人使う駅なので、それなりの対応が必要かと思います。よろしくお願いします。で、次にエスカレーターの運用時間ですが11時までとなっています。延長を求める声を聞きますが、見解と対応を伺います。まちづくり局長。 JR 南武線稲田堤駅についてのご質問でございますが、稲田堤駅自由通路のエスカレーターの運用時間につきましては現在6時から23時までの運用となっております。運用時間の延長につきましては、夜間の利用状況や市内の自由通路等におけるエスカレーターの運用状況などを踏まえながら関係局と調整してまいりたいと考えております。以上でございます。上原木。はい、ありがとうございます。これは市の管理かと思いますので、ぜひ24時あるいは終電まで延ばしていただけると周囲がとても助かるとの声をいただいております。